ああ、慌ててどうしたの？ごめんね。これから材料を取りに倉庫に行くから。何か大事なこと？いや、構わないよ。それじゃあ。燃えるぜ、バーニング！おっと、ソーリー、サプライズさせちまったかな、ベイビー。オフコース。そんなことはナッシング！タカさん、彼女困ってるよ。ああ、タカさんはね、ラケットを持つとちょっと強気になっちゃうんだ。タカさん、ちょっと休憩しよう。オーライ。あ、ごめん。びっくりさせちゃったかな。どうしてかはわからないけど、ラケット持つとああなっちゃうみたいなんだよね。こんなところでどうしたの？そう、俺は今一段落ついたところなんだ。うん、なんとかやってる感じかな。それじゃあお互い頑張ろう。ああ、そうだね。作業するときは日射量に気をつけないとね。ああ、またね。君の方こそお疲れ様。暑いし大変だよね。大変じゃないよ。あいつらの喧嘩はじゃれ合いみたいなものだからね。おう、1年の頃からそうだったしね。もともと仲が悪いわけじゃない。強いて言えばライバルかな。おう、そうだよ。だから君もあんまり気にしないで。そうだね。あんな近くに負けたくない相手がいる二人の関係って、時々羨ましくなるよ。え？なんで？そりゃあ、好きな人には楽しくてたまらないものだろうけど、俺は苦手かな。実は今朝ね、バンジージャンプをさせられる夢を見てね。おう、桃とエイジに無理やり、嫌だ嫌だって言ってるところを後ろからドンと押されて、落ちた時に目が覚めたんだ。夢なのになんかもう疲れちゃってね。おう。うん、そうだよ。え、あ、ごめん。帰りに寄らなきゃいけないところがあるんだ。ごめんね。